今回もご視聴いただきありがとうございます。キャンプギア DIY 系 YouTuber のサルです。このチャンネルでは100均アイテムを中心に低価格帯のキャンプギアを DIY 加工することでより使い勝手の良いものに改造する方法などをご紹介しています。ご興味ある方はチャンネル登録と Twitter、インスタフォローもお願いします。おー、これ賢いね。ナイフとペンチとハサミが妥協なく入ってるという感じだな。おお、これもカッチンといく。ことごとくそのロックがすごいね。今回は Amazon ブランドのプライヤー型マルチツールについてご紹介します。この手のマルチツールだと代表格はレザーマンですね。ただレザーマンは価格の割に不満な点があるため今まで購入してません。一番はですね、私にとってですけど実用的なハサミがないということなんです。ハサミを使いたいシーンが実は結構あって、例えば上からブランと垂れ下がったパラコードを片手で切りたい時にナイフだとちょっと難しいんですが、ハサミならできます。ただハサミといってもおもちゃのように可愛いものでは使うシーンが限られるので、それなりのきちんとしたハサミが欲しいんです。合わせてペンチ、ナイフ、ノコギリ、ハサミ、この4つが一体化しているものが欲しいというのもあって、結果的にレザーマンは今まで購入はしてませんでした。今回は視聴者さんからいただいた情報で購入してみましたので開封してみます。直方体感がすごくない？なんということでしょう。かなり重たいよねこれ。339、重たいよねそりゃ。じゃあ開けます。おー、なんかすごい丈夫な、なんかあれだね、ベルトみたいな生地だね。でよし、何かわからんなこれ。311.5。ちなみにこれが86でしょう。これが146でしょう。これの2倍あれはウェンガーだけどね。でこれなんか見るからにこういろいろつこそうだけど、そこにメモリがついてるよね。定規だね。だから長さが測れるんだよね。ということで開封時の巣の様子をお見せしたかったんですけど、ギミックが複雑すぎてですね、私自身が混乱してしまったためにまとえない動画になってしまいました。したがってここからは撮り直した動画を再生します。まあ本当見た目がですね、何かよくわからない塊ですね。金属の塊です。そんな風になってます。なんとなくこんな感じかなと想像はつくんですけど、ここですね、突起があったので上げてみるとナイフです。今みたいにねカチッと板バネで固定されるのがとってもね心地よい感じです。持った感じはですね、まあ、グリップが太いのでかなりずっしりしてる感じ。はい、ここをですね、今刺している部分が板バネ、黒い金属がですね、つっかえ棒のようになってしっかりと固定されてます。で軽く押すと折りたためますね。はい、こんな感じでよくフォールディングナイフで使われる板バネの一種だと思います。はい、こんな感じですね。しっかり固定されているので安心です。切ってみますね。このようにですね、箱出しの状態でもナイフは研がれているのでそのまま使えます。スケールがついてるんですけど、メモリがですねなぜかインチのものがあったりしますが、これはきちんとセンチでしたので、日本人にとってもね分かりやすいです。はい、今みたいなねロックがねかなりカチッとされるので本当に開閉の際にね気持ちが良いです。どういう仕組みかなと思ってね、ちょっと分かりにくい部分もあったんですけど、
やはりですね、板羽ですね、さっきのライナー式のやつではなくてスプリングバックっていうんですかね、ああいう板羽で、カチンと強く固定されますので、一度ロックするとね、使ってる途中で誤って曲がってしまうということはなさそうです。このプライヤー先端のペンチ部分の精度もとっても良かったです。あとワイヤーカッターもついてますが、レザーマンの上級モデルのような刃の交換式ではないので、まあ、硬すぎる鋼材等はね、切らないようにしないといけません。はい、精度がとてもいいのでね、ギザギザで滑り止めもしっかりしてます。海っていう、これアマゾンブランドのようですね。で折り曲げると、はい、こんな風にカチッとね、閉じて開かなくなるので、こちらもまあしっかりとしたね、板羽が効いてると思います。でこれがノコギリですね。ちょっと短めなんですが、こちらもですね、ロックはしっかりと、先ほどのライナー型のこれ板羽ですね、ちょっと見にくいんですけど黒い部分、ここがまたつっかえ棒のようになって、一度開くと閉じないようになってます。閉じるときは押さえれば割と軽い力で、はい、こんな風に畳むことができますので、まあ適度な硬さでですね、このあたりもね、とってもいいなと。はい、今みたいにね、ロックされる仕組みです。こういう形だとですね、やっぱ耐久性というか長く使えるので安心です。ちょっと切ってみます。はい、これは割り箸を5本分ぐらいの太さがある、100均で売ってるですね、ヒノキの焚き付け材です。そんな硬い木でもないんですが、ただね、比較的太いので手で折ることはね、まず無理なんですけど、はい、こういう感じね、見えるかな、こういう感じ。ノコだとこんな風に綺麗な断面でカットすることができました。はい、使えると思います。太い木を使う場合はね、さすがにこれでは無理ですけどね。はい、でこちらがですね、何かなと最初思ったんですけど、はい、メタルマッチですね。こんなのがですね、ついてるので、まあレザーマンでいうとね、アウトドアモデルのシグナルぐらいしかついてないんじゃないかなと思うんですけど、これはね、ついてます。メタルの部分が3センチぐらいですね。おそらくマグネシウムかその合金だと思うんですけど、はい、で短いとですね、やっぱりそのストロークが短いので、なかなかね、着火しづらい、火花飛ばしにくいケースがあります。まあただね、この波場の部分、これが非常にね、使いやすいです。テーブルが焦げそうなのでやめときますけど、波場を使えばですね、非常に簡単に火花が飛ばせました。今みたいにカチッと入ります。このあたりもね、だね、引き抜くのどうすればいいのかなと思って、最初ちょっと分かんなかったんです。もう一度確認します。カチッと入って、なんかよく見るとそうなんですよ。これですね、コツがあってですね、慣れると簡単なんです。この部分をちょっと下に押さえればよかったんですね。その付け根のあたり、引っ張るというよりは押さえる感じ。はい、でね、もう簡単に、そうです、引っ張ろうとするとね、手が滑っちゃうのでちょっとストレスなんですけど、でさらに見るとここにですね、空気を吹き込むような口があって、もうこれ完全にレザーマンオマージュしてると思いますけど、ここが空気の出口なので、おそらく笛ですね、これ。はい、ちょっとどんな音がするのかなと、笛も吹いてみようと思います。はい、すごいね、甲高い音。この昔のですね、なんて言うんですかね、なんか雑草を抜いて、吹くと鳴ったようなね、口笛、あれに近い音がしますね。このカメラがね、自動的にそのボリュームを調整するように今なってるので、気球にね、音がレベルがね、落ちましたけど、結構大きなね、甲高い音が鳴りました。今見てるのがプラスドライバーですね。
でここに爪を引っ掛けて引っ張り出す部分があります。これはねちょっと苦手な方もあると思うんです。私もね好きではないんですけど、まあまあ硬いですけどね、普通に出せました。少し硬めですね、ここは。はい、ロックはねかなりしっかりしてます。まあ分厚いドライバーと、あとここが栓抜きですね。こんな分厚い必要あるのかなと思うぐらい大きいんですけど、太いんですけどね、ドライバーが。まあまあ頑丈という感じです。はい、でですね、ドライバーをあのように上に向けてる状態だと、ここがですね分割されました、スライドさせて外す感じ。これは何だろうと思ってちょっとギミックを調べたんですけど、ここですね、穴の開いた部分、鍵穴のような形の部分がドライバーによってですね開いたり閉じたりしてますね。でこちらについてる先端の広がった突起をあそこにはめてやることで、はい、これでロックされると、まあそういうギミックでした。はい、ナイフやねフォークでこういうのあったんですけど、ちょっと初めて見た感じですね。マルチツールでこの手の分割というのは私はね今までは見たことなかったですね。でこれが何かなとちょっとまたね迷いながら開いてみると、スケールのついた部分ですね、ここが、はい、今みたいなカチッとね開いてロックされるハサミなんですね。このハサミがね何より素晴らしいと思いました。はい、ここもね板バネのような感じでロックがあそこで効いてます。閉じる時も、はい、こういう形で、どういうギミックなのかね未だによく分かってないんですけど、まああそこにスプリングアクションがあるのは間違いないです。あそこですね、押さえ込んでますね。はい、これも板バネの一種ですから。でここもそうですね、ここでですね力が加わって今ハサミが開いたり閉じたりはしないんです。手でね動かさない限り。はい、これでロックかけるとスプリングアクションで手を離すと開く、こういう感じですね。だからね手を離すと開く方向になっているので、まあこれもねもしかしたら嫌いな方いるかもしれません。ただ私はねこれは片手でハサミ使いたい場合は本当に助かります。はい、で閉じるとねもう開かないので安全にハサミが持ち運びできるし、この大きさのハサミはね今までのマルチツールではなかったと思います。通常ハサミっていうとこれぐらいね、まず持つ部分がね輪っかになってて大きいし先端が尖ってるのでちょっとね運ぶの面倒なんですね。輪っかになってるのは自分の手で開かないといけないからなんですけど、これの場合はスプリングアクションが効いてるので開く必要がないので輪っかが必要ないんですよね。これね単体で欲しいぐらい気に入りました。おそらく単体でもね買いたい方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、今みたいなねカチッと開くてロックされて、まあね手に馴染むんです。おお、切れ味抜群です。あまりに切れ味がいいのでちょっとね意地悪してみようと思います。紙を2つに折って、で今度4枚重ねですね、それから8枚重ね、もう1回折って16枚重ね。これは分厚いんですけど、はい、この通りですね。2枚の刃を固定している軸部分の金具のかしめ精度がいいのでしっかりと切ることができます。この商品を教えてくれた視聴者の方もこのハサミが特に優れているっておっしゃってたんですけど、まあ本当ねその通りだと思います。しっかりしたもう実用的なハサミが欲しいっていう方は私が知る限りこれがね今一番いいと思います。付属のケースもベルトなどに使われるかなりの分厚めの化繊で、蓋を閉じるバネホックもカチッと今みたいに強めに固定されるので、携帯してる時に気づいたら開いてたっていうような気持ち悪い感じはないと思います。裏面のループも幅 5.5 センチぐらいまでのベルトなら通せますので安心です。このバネホックの硬さを見る限り細かい点まで気を配って作ってるんだなと思います。ここからは私が初めて箱から出した時に驚いた部分を含めて初見の様子を流します。
から、お、出てきた。ああ、すげえ。勝ち。2380円という価格からはちょっと想像できないクオリティでしたので、実際に購入を検討したい方はここから先を見ていただいた方がいいかもしれません。おお、これすごいね。厚みは 2.4 ぐらいあります。これぐらいね。 70.5 ですね。まあ、当然このポケットナイフの刃と比べたらちょっと長いよね。長いですね。まあ薄さもね全然違うけどね。それからウェンガーだけどね、これビクトリノックスに買収される前のやつ。これはね長いんです。9センチ以上あるのでかなり長いんですけど、まあ、これと比べるとねこのぐらいの差になりますね。シャープですね。箱出しでも結構シャープなのでそのまま使えそうです。ここに切ってみますね。おお、入れた時で、うん、ことごとくカチンと入るの気持ちいいんだけど、約11センチかな。 5.2 ミリぐらい、まあ大体だけどね。3.5ミリぐらいで、ここにあのベルト通せるんだけど、通せるベルトは5.5センチぐらいまでは普通にねここに通せそうです。で、あ、これだ。ここを上に上げるとこれが外れる。おお、あ、でこうだ。おお、これ賢いね。あ、カチンっていくからちょっと手を挟まないように注意しないといけないけど、ここも、あ、ここがねここで力加わってるからここまでか。でこっちが、あ、ここね、この部分がはまると、おお、わ、これね大きいから、これハサミ単体で売り物になりますね。十分じゃないかな。だってこれでハサミでしょ。これ自体めっちゃいいじゃないですか。だけで 76.9g。これだけで十分商品というか、これ欲しいですよ、ハサミとして。ちょっと紙を切ってみると、おお、切れ味抜群ですね。これいいね。なんだけど、まああんまり使い物にならないんだけどね、一応使ったりします。こういうハサミ、こんな風にね。ただねやっぱりこう、なんだろう、ここでねバネにしてるので、ちょっとこれがずれちゃうとねこうなっちゃうとかね、ちょっと使いにくい。実用性がある方あんまりない。まあ最悪糸を切ったりね、あのする程度には使える。まあこれに比べたらちゃんと本格的なハサミなんでね、まあこっちは実際に使えるハサミではないかなと思います。うん、このハサミめっちゃいいです。ハサミだけでねもう満足した感じです。でここに、あ、このこことここが穴があるからはめてやるんだね。ただこれを回してやると外れなくなると。あ、だからここは栓抜きとドライバー、ドライバーちょっと太めだね。で栓抜き、ここも太いけどね、
い必要あるのかというぐらい。これ 4.8 ミリあるけどね、すごいね。まあ、回してやると抜けなくなるということです。あ、でここがいわゆるペンチというかプライヤーというか。おお、これもカッチンといく。ことごとくそのロックがすごいね、ロックがすごいね。海っていうね、海ってなんだろうね、本当になんか海なのかな。でここは物をつかめるようになってるね、ここね。でここで掴んで、でここは切れるんだね、導線とかをね、ワイヤーとかをね切るようになってます。これも太いのでね、軽量でコンパクトなものが欲しい人には不向きでしょうね。ただごっついのでこうガチでね、それなりのこう加工をねしたいような場合、キャンプ場でもね、そういう場合はね、めちゃめちゃ役立ちそうです。ナイフとペンチとハサミが妥協なく入ってるという感じだな。それぐらいなのかな。ちょっと閉じてみると、もう一回こうか、カチンっていくもんね。でいくともう開かないもんね。このロックがね、ちょっとほんと摩訶不思議ですよ。どうやって、どうやってロックされてるのか。カチンって気持ちいいよね。これかなりね強いですよ。でこうグッと握った時もね、ここが微妙にこう湾曲してるので、こう力を入れやすいしね。ここもね、どうだろう、まあ、10センチ以上ありますんでね、やっぱこう持ちやすい。それだけあればもう繰り返すけど、軽量なコンパクトなものを使いたい場合はこういうんじゃなくて、それこそこういうねダイソーのやつ、まあ、これおもちゃに見えるね、もうこれと比べると。めちゃくちゃ役立つんです、これはコンパクトなんで。ちょっとね、庭で焚き火するときもね、これ、ズボンにベルトアナに吊るしとけばね、いつでもパッと使えて。よいしょ、ナイフなんかもねついてるんで、めちゃめちゃ短いですよ、このナイフは。どうでしょう、4センチもない、ね、可愛らしいナイフですけど、まあ、一応これも研いでるんでね、切れるのは切れます。割り箸とか鉛筆ぐらいの太さまでなら削れるけど、それ以上はまあ無理だね、これではね。まあ、パッケージを開けたりとかね、何かの開封したりするのは便利ですけどね。でそういう使い方をします。まあ、それに比べるとこちらのナイフは、ガチのね、割とちゃんとちゃんとしたのが入ってますので、これぐらい違いますということです。よく作ったな。このプライヤーがついてるのはね、やっぱりまあ本家といえばね、レザーマンだと思うんだけど、値段が全然違うんだけど、これがじゃあレザーマンと比べて劣ってるかっていうと、まあ、材質的にね何か全然違うならともかく、多分ねそこまでないと思いますよ。使い勝手いいと思いますね。 6.9 だね、まあ約7ミリですしかないんだけど、開くときにここはねそんなに力いらない、普通に開きます。でここがすごい、ロックする瞬間がすごい、ほら。4回、かなりね分厚く折りました。それでもほら切れる、ほら切れるね、完璧ですよ。すごいよね、これはね、かなり使えます。このハサミがね何よりいいです、そう思いました。はい、手を挟まないようにね、そこだけちょっと注意しないとね。なんとなく私こういうの使ったことあるんで、なんとなくわかるんですけど、似たようなも持ってるんですよ、ね、カトラリーなんだけどね。これも、こう開いてこう開くと2つに外れる、
ていうね、ここのところがね、回すことによってすごく見にくいけど、ナイフとフォークでこういう風にね使った後、で閉じてやればロックするというね、綺麗な断面です、ね、普通に使えます。これもねノコついてます。これねすごく便利なんでね、これはこれであれなんですけど、まあ、値段もこっちはね確かいくらだったかな、5000円から1万円の間ぐらいしたんですよね。高いんです。こっちの方が長いけどね。まあね、ナイフとノコギリだけだったらこれでいいです。まあちょっとちっちゃいし持ちやすいし、ただこっちはハサミがついてるのがね、あ、ハサミとあのニッペンチねついてるのがもう全然違うので、ペンチってね熱いもの持ってる時絶対いるんですよね。下に押さえると、まあ動くということです。ということでそれぞれ目的はね全然違うんですけど、まあ、上手にね、使えばいいんではないかなと思いますね。はい、あの軽犯罪法とかね銃刀法違反にならないように、用がないときには、必ず自宅に置いておくこと、むやみに携帯したり車の中に放置しておいてはいけないですよと、これはね大事なことなんで知っておきましょう。最後にまとめてみますが、この商品が向いているのは大きくて使いやすいハサミが欲しいという人、あとペンチ、ナイフ、ノコギリ、ハサミが一体化して欲しいという人、それから小型軽量よりも強力で堅牢なのがいいっていう人、あと缶切りヤスリマイナスドライバーといった、まあ搭載した機能数を売りにするマルチツールって多いんですけど案外使わない機能も多いのでそういうものはいらないという人、まあそれから最後ですが2000円程度で入手したいという方、まあこういった方にはねおすすめできるものだと思います。逆にこんな方にはちょっと合わないかもしれないなと私が思うのは、軽くてコンパクトなツールが欲しいという方、ハサミはそこまでは必要ないと、まあ、レザーマンなんかでも刃渡りが2センチぐらいの小さいハサミならついてるケースありますから、まあ、それでいいよっていうような場合とか、まあ、そもそもハサミいらないとか、あとまあ何よりレザーマンというブランドですね、やっぱりこうかっこいいっていうイメージもありますし、まあ、チタンのレザーマンとかねフリーシリーズとかは私もいいなと思いますし、2万円を超えるモデルの場合は可動部分がですねすごくスムースでこう片手で出せるっていうね便利なんです。そういう意味で数万円の出費だったら許容範囲という方は他の選択肢から考える場合がいいかもしれません。ということで今回は新しく手に入れたマルチツールのご紹介でした。参考になれば幸いです、最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画いいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いします。